交渉。交渉とは、商婦、売春婦のうち、公に営業を許された商婦を言う。公の営業許可を得ていない師匠に対する。山下 AI は、交渉制度を国家や都市で一定基準のもとに女性の売春を公認し、売買春を適法行為とみなすことと定義している。近代交渉制度について、ハタイは、ナポレオンの戦争で性病が、 兵士に流行したことがきっかけで19世紀初頭に始まったとし、また、藤目幸は、軍隊案と、性病管理を基軸とした国家管理売春の体系と定義した上で、近代交渉制度は、フランス政府で確立し、その後ヨーロッパやイギリス、日本にも導入されたと指摘している、性の歴史学交渉制度、打体罪体制から、売春防止法、優勢保護体制へ、 増木ギ里は、日本の近代交渉制について、1872年年の大上官たち295号、将棋会法令を活記として、全近代のそれとは隔絶する形で再構成された、売春統制政,政策であり、将棋が届けで行うことによって、家業許可を与え、一定の制限区域、貸し座式指定地でのみ営業を認めるものであったと、述べている。また、 近代交渉制度は、その成立段階において、人身売買を禁止、将棋解放令し、以降もその方針は継続するものであり、再編された交渉制度にあっては並存すべきものと言えると指摘し上で、近代交渉制における人身売買的側面の研究を行った。つまり、支障を禁じて取り締まる一方で、年齢その他の条件に合えば、合法として、 登録認可し、性病防止のための検査などを義務付けて行うものである。また、営業範囲について一定区画でのみの場合、抽象性と制限がきつくない場合、参照性がある。日本では抽象性をとり、その多くは江戸時代からある遊覚という日常生活も区画内に制限する形式を受け継いだ。これは九州においては、 マリアルス号事件からの外国人の目を気にした面もしてきれるし、日露戦争後の満州大連においては、現地の目を気にしたのが大きな一因とも言われる。同じように、フランスなどでは、勝婦の館からの外出が制限されていた。明治初めから、将棋の自由意志による営業を原則としつつも、この遊郭、 終章性という閉鎖環境は前言を通じた前借金と契約慣行と合わさって無知につけ込んだ不正な契約や搾取が横行したりもする温床ともなり交渉廃止の運動に力を与えた強い不正行為が全体の中で占める比率は高くないことを示す統計もあり一般には認識が固まっていない このような条件付き公認商府という制度が古くから生じてきた理由として、支障の取り締まりの難しさが存在する。自由恋愛の金銭援助と様々な形態の支障との区別がつきにくいこと、貧しさによる売春への流れを防ぐ有効な方法がないこと、明確に非合法化すると犯罪組織を引き入れやすいことなどである。誘拐。 人身売買の監視の便利ということもすでに、江戸初期の遊覚説の名目にあった。近代になっては、性病検査を彼女等が避けごまかす傾向が強かったという事情もある。近代交渉の拡大とともに、交渉への反対運動も19世紀から存在したが、思想、価値観による傾向も強く、性病や労働環境などの実際の改良意見よりも、 廃止と存続を回る意見が多かった。第二次世界大戦前に欧米中心に交渉廃止が広がったのは欧州女性の国際的人身売買の受け皿として南米の召喚があったからだという。現在もオランダやシンガポール、ゲーラン地区など貧富の差やエイズ防止などから売春を合法化する国は存在する。新しいその中には免許制や 安全のための公的管理など交渉制度と言えるのが、ある。交渉制度の歴史は古く、古代ギリシアのソロンは、アテナイに国営の公共商家、リクテレオンを設立し、服装も統制され、儀礼などへの参加も禁じられていたと言われる。アテナイの交渉は、下級売春婦であった。ローマ帝国でも、交渉と支障があり、売買奴隷、捕虜、 さらわれた女性や捨て子などが娼婦となった。ティベリウス、カリグラ皇帝などは、登録制や課税等の統制政策をとり、娼婦は一定の服装や、髪を黄色に染めることなどが命じられた。ユスティヌアヌス皇帝は、仲介業者や商家経営者を規制する法令を出した。古代中国の州の総合も、交渉制度、または管理売春制度を創設していた。 捕虜女性が制度霊になるのは古代中国でも同様で、官帝国の時代に領民と先民を分ける身分制度が成立すると、制度霊の供給源は、罪人の妻などに変化した石没という。1二十六年の成功の変で、北総は、金老町に破れた。成功元年十二月20日、総官僚のクレヘイト、幕友は、新能、蔡、衆、 喪失の娘各二人、民間や学団の女性各五百人と宝物を献上し、喪失の女性は、金の二修行、年没かつとアニアンオリブに捧げられた。その代わり、郊外難の地を、総側に保全しても良いとの許しを得ることができた。元北総の皇太后、皇后、妃賓、王女、公主、僧女、女官、救助、管理や、平民の女性は金に連行され、 新井院という関節の議員に入れられ、性的奉仕を強要された。幼い巫女も新井院で育てられ、成長後に新井院の娼婦となった。南宋の初代皇帝、高宋の母の維持、妻の慶皇后や娘の長仏、優、長親雄も含まれていた。金の捕虜となって北方へ拉致された女性の数は、宋の品賓十三名、王妃二十四名、王女二十二名、 金九98名、大目掛け28名、総姫52名、女78名、総室に近い姫たち195名、俗姫1241名、女官479名、女479名、うねめ604名、宋二2091名、俗夫2007名、歌目1314名、奇跡。 官民の女性たち3,319名の計11,635名であった。総王級の女性捕虜は、金額を付けられて、戦争報酬、賞与とされ、金の将兵に分け与えられた。新銀後には、十二九人、将となりて、名説を失い、身もまた滅ぶ、過労死じて議論を出ても、すなわち奇跡に昇る。また、ある家冶屋によれば、八金を持って、商府を買う。 すると実に、新王助尊、皇族の孫娘、小国名婦、最小のおいの嫁、紳士婦人、下挙合各社の妻なりともある。東級に関係なく女性たちは皆女信人から、領辱を受けたと言われ、南西六期には、海夫婦の港には、人の往来、絶え間なく続き、婦女より、貧後まで議論を上下し、その数五千を超え、皆清掃を選び出ず。 選んで治むること少女三千、入場をとうたし、国将、ワンヤンムネモ寄り取ること数十人、諸将より亡国までは、賜わること数人、亡国以下は、賜わること一、二人。以降、狂気平北総高級は貶められ、金国軍の議員に入れられるとある。金の兵から彼女らは、領辱を受け続け、かすめられた者、火に涙をもって顔を洗い、鳥子衆とも、 海浮城を抱いて、主肉を欲しいままにし、還元を浪し、気楽極まりなし、お辱に耐えかねた金層の皇后主子は受水して自害した。王朝交代の戦乱などでは、非征服者の女性が交渉となる場合が多く、民の初期には、前代の元朝の支配層であった、モンゴル人女性が、高級に入ったと、斉藤茂は述べた。 中国の義女制度が伝わったとも言われる、朝鮮のキ伊サン制度の発祥については、様々な説がある。宗教民族学者の李義和、朝鮮介護下士によると、白木の信仰を37年に、ウオナを建てつるとあり、ウオナは、カロウ、ファラント体になっており、ウオナは、女性、カロウは、美少年が務め、これが、キ伊サンの始まりであるとする。 918年から1392年に中国の義女制度が伝わり、朝鮮のキーサン制度になったとされる。李義シも、高麗氏に基づき、くだらい民の女性を飾り立て高麗女学を習わせたことも、起源の一つとしいる。また、李氏朝鮮後期の学者、鄭茶山の説では、キーサンはくだらい民竜記、匠松江の用水尺、先民らが流浪しているのを、 高来人、李義民が男を土肥に女は、奇跡に登録管理したことに由来すとも言う。柳田国夫は、キーさんと日本の久口氏は、同そと考えたが、後に撤回した。その後、滝川正次郎なども、同系説を提唱し、河村とも、正規信仰がキーさんと久口氏に共通することなどから、トライ説は、有力と見ている。高来時代のキーさんは、官に、 助監として、政府直属の手のひら学院に登録され、下部や医療などの技芸を担当したが、次第に官僚や偏教の軍人への性的奉仕も兼ねるようになった。1392年に李氏朝鮮が成立し、1410年には T3 廃止論が起こるが、反対論の中には T3 制度を廃止すると管理が一般家庭の女子を犯すことになるとの危惧が出された。 山下 AI はこのキーさん制度損廃論争を見ても、その性的役割が伺えると述べている。四大国王、清掃の時にもキーさん廃止論が起こるが、進化がキーさんを廃止すると、法師、管理が人妻をダッシュしフに走ると反論し、清掃はこれを認め、法師は義を持って、楽となスとして、キーさん制度を公認した。李氏朝鮮政府は、キさん庁を設置し、また、 ソウルとピョンヤンにキーさん学校を設立し、十五歳から二十歳の女子にキーさんの育成を行った。李義シによれば、李王朝の歴代王くんの中では九代,代国王聖州と十代国王燕山くんが偽証をこよなく愛した。とりわけ、縁山くんは王くんで知られ、高級に偽証をたくさん引き入れ、王妃が邪魔な場合は処刑した。山君はキを 大平を運んでくるという意味で、運兵、運兵と解消させ、全国から美女であれば人妻であれ目掛けであれ強奪し、運上させるよう命じた。全国から未婚の諸女を聖女と呼んで、戦場させたり、各軍の8歳から12歳の美少女を集め、飲したとも記録され、李朝実録では、王職を両す区別なしと記してる。化粧をしていなかったり、 衣服が汚れていた場合は、キーさんに杖叩きの罰を与え、妊娠したキーさんは、宮中から追放し、またキーさんの夫を調べ上げて皆惨殺した。縁山君の引導の相手となった女性は万に至ったとも言われ、晩年には、喜び回廊付近に、万歳山を作り、山上に月宮を作り、キーさん三千四人が囲われた。高来、李朝時代の身分制度では、 支配階級のヤンバン、その下に中小階級、中人、李族、平民階級があり、その下に先民階級としての土肥と七なしがあった。林小国によれば、七なしとは、商人、潜伏、極卒、虎を、僧侶、白鳥、巫女、ムーダンのことを言い、これらは身分的に奴隷ではなかったのに対して、土肥は主人の財産として霊属するものであったから、 七シ図には及ばない身分であった。土肥はさらに高シ図と、死シ図があり、私シ図は、伝来費、海女、素伝費の三種があり、下人を指した。土肥は売買、略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても常与された。十母法では、土肥の子は土肥であり、従って、また主人の財産であり、自由に売買された。そのため、一度土肥に落ちたら、 代々その身分から離脱できなかった。朝鮮時代のキーさんの多くは官儀だったが、身分は、先民、官儀であった。朝鮮末期にはキーさん、内人、救助、官土儀、李族、役卒、老齢、国卒、有罪の逃亡者は、七発公子図と呼ばれていた。橋田目めは、筒子会とも呼ばれ、下女のことを言い、林小国によれば、朝鮮では、 橋しためは、事実上の家畜であり、売却、人身売買、死刑はもちろん、橋しためを殺害しても罪には問われなかったとしている。さらに林は、干末、水溝や川にはしばしば流れ落ちないまま、物に引っかかっている、年頃の娘たちの息き死体があったと言われる。局部に、石や棒切れを差し込まれているのは、言うまでもなく主人の玩具になった末に奥方に、殺された。 不幸な運命の主人公であったとも述べている。両藩の多くの家での橋ためは土木との結婚を許されており、大人宅の橋ためは女の中の女は体幹儀とも歌われたが、結婚は許されなかった。林商国は橋ためが主人の性の玩具になった背景には、朝鮮の奴隷制、身分制度のほか、当時の両藩は地位が高いほど、 夫人のいるうち部屋へ行くことを対面に関わるものと考えられたので、手近にいる端ために、性の吐け口を求めるしかなかったためとし、若くて美しい官妃が目かけになることも普通で、地方管理の中には、平民の娘に罪を着せて、官妃に身分を落とさせて、目的を遂げることもったとしている。また、性的奉仕を提供する者を某キーさん、守る長キーさんと言ったが、 この奉仕を享受できるのは観察師や暗行護士などの中央政府派遣の匿名管理の量を半階級に限られ違反すると罰せられた。朝鮮社会では、キーさんの他にも様々な娼婦、遊女の形態があった。李義一ズによると、遊女の総称を勝はじめと言い、中国語で草虫という。勝はじめには、義女、陰近者、運軍者、東京を図りごとり、 花娘遊女、ファラン遊女、女シャ者パイ、女児童パイ,イロシカ、セクチュガが含まれた。花娘遊女は、青州の時代に成立し、春夏は、漁港や、修繕の場所で、秋冬は、山寺の僧帽で売春を行った。僧侶が手引きをして、女性を二として僧帽に置き、売春業を営んでいた。僧侶が仲介していた背景について、河村湊は、 李朝時代には、儒教が強くなり、仏教は衰退し、僧侶は、先民の地位に落とされ、鬼神党もと抱いたためと指摘している。女者同輩は、大道芸人集団で、昼は、広場、マダンで、曲芸や仮面劇、トッポギ、人形劇を興行し、夜は、売春を行った。男性は、男児童、ナムサダンと言い,い、警官の相手をした。女性は女児童、 よさ団と言い、売春した。シャドウ、サダン集団の本拠地は、安城の清流寺だった。河村港は、女シャドウパよ、日本の区物市に似ていると言っている。イロシカとは日本でいういい森女、借付で、旅館などで売春を行った。売酒と売春の店舗を、スルチビと言い、近年でも、バーやキャバレーに、スルチプ、アガシ、酒場女、喫茶店、 チケット砂防では、多ン、アガシ、砂防女、現在でもサウナ番や、大廃理発所とも呼ばれる、理発店で、ミヨンド、アガシ、カミソリ娘という女性がいる。朝鮮には、春画はないとも一部で言われてきたが、風俗画家、新純福の、天空園や、金光道の、四季春画城など、成功や、正義の場面を描いた春画も、多数うううあり、 朝鮮春画の登場人物はほぼすべて、キーさんと客であった。河村湊は、こうしたエロティックアートの眼差しの中で、キーさんだけが登場人物となった点を、朝鮮春画の特色とした上で、その背景に、朝鮮儒教があり、たとえ虚構の絵画の中であっても、身柄なことを行い、性を剥き出しにし、露骨な地帯を示すのは、キーさんだけでなければならなかったと指摘している。 山君など王が、にふけったたた。め、進化も風俗敏乱であった川村湊はこの時代を地区目かけ、地区には当たり前のことであり、キーさんのキーさんによるキーさんのための政治というべきもので、朝鮮はキーさん政治、キーさん外交を行っていたと表し、さらに現在の金氏朝鮮が全国から美女を集め、喜び組と呼んで気に入った女性を、 呂人のヨトギに教していたことから、金正日は、江山君などの正当な後継者と評している。キーさんは、国境守備将兵の慰安婦としても活用され、国境の6カ所の、陳や、女神族の出没する、白頭山付近の4カ所の遊に派遣され、将兵の裁縫や、主職の相手やヨトギをし、指揮を鼓舞した。キーさんは、外交的にも使われることがあり、中国に、 貢木女、本業つまり貢木者として輸出された。高麗時代には、僧の使いやまた、民や神の外交官に対しても供与された。李朝時代でも清州が、偏境の将棋は、国境守備の将兵の裁縫のために置いたものだが、都の将棋は、風俗敏乱をもたらしているために、キー制度を廃止したらどうかと提案したところ、進化は、 中国の指針のために女学を用いるため、キーさんは必要ですとキーさんの外交的有用性を持って答えたため、青州は満足してキーさん制度を公認している。これらは日本人、和人に対しても行われ、1507年の剣発日記には和の野人にも美しいキーさんを友信したと記録されている。川村港は朝鮮の中国外交は常に 時代主義を貫き、指針への助諸の共応は、友好外交のための安価な代価、生贄に他ならなかった都市、また韓国併合員後の総督不正時も、このような、気なくして成り立たない、国家体制を引き継いだものであるとした。中世のヨーロッパでは売春は批判されたが、交渉制度は保護され、徴税の対象となった。章下は登録制で、フランスのトゥールーズ、 アビニョン、イタリアのボローニャ、ラベンナ、ナポリ、イギリスのロンドンでは大規模な消火害があったことで知られ、ドイツ各都市にも消化はあった。アビニョンには国営の消火があり、設置目的は街頭娼婦の追放であった。十字軍遠征では、売春府部隊、十軍売春府が十軍した。宗教改革以降、売春は罪悪死され、処罰されるようになった。 16世紀には、スペイン軍が、オランダ侵攻した際に、売春婦が1200人、随行したとされ、また、ドイツで1598年に刊行された、軍事教科書では随行売春婦の役割について、論じられているとヒックスは言う。日本における、交渉制度の歴史は、必ずしも明らかではなく、天文、A6 の頃には、駿河の富士のふもとに、富士市と称する書緯奴隷市場ありて、 幼齢の市場を回帰たりて、これを売買し、地方に輸出して、遊女とする習俗ありきという。豊臣秀吉は、人身人分の策として、遊女屋の営業を積極的に認め、京都に遊郭を作った。1585年に、大阪三里遊郭を許可。89年京都柳町遊離、新屋敷イコール指定区域を遊離とした最初である。 秀吉も遊びに行ったという。オールコックの大木美のとによれば、秀吉は部下が故郷の妻のところに帰りたがっているのを知って、問題の制度、遊郭を始めたのであるやがて、その制度は各地風に望んで蔓延して、伊勢の古市、奈良の吉次、州の室、越後の寺泊、瀬波、出雲岬、その他、博多には、女幕閣というと官人の遊女やができ、 江島、下関、五福島、浜松、岡崎、その他全国に三百有余箇所の有利が、天下御免で大発展し、品の国前皇子様の門前ですら道行く人の袖を引いていた。のだという。将軍代代わりの衆議、料理人の派遣、摘発した首相の引き渡しがなされ、江戸では1666年に、首相代検挙がなされ、 ユナ512人が吉原ラに引き渡され、吉原ラの繁栄をもたらした。江戸幕府は、散在する友情屋を特定地域に集合させるために、1617年、玄奈3年、日本橋吹屋町界隈に遊郭の設置を許可し、ここを吉原ラと命名した。1657年、明暦3年に、浅草日本邸下に移転、新吉原ラを命じた。この 五カ条の置き書を出して、その取締り規則によって営業させた。すなわち、こうして江戸に遊郭が設置され、ついで京都、伏見、兵庫、大津などにも公認の遊郭が設置された。その一方で、市中に潜む支障を取り締まり、これを禁じた。このため、城下町や駅路で営まれる遊女屋は、旗小屋という名目を取り、そこの遊女を子供、飯盛女、 などと言った。こうして二百数十年間にわたって、日本各地に遊郭が栄え、江戸文化の一つとなったが、やがて、性病が蔓延し、幕末には、約三割が梅毒感染者であったとも言う。家康自身が七十を過ぎて臨病にかかり、他に多くの感染者がいた。朝鮮には、中国の義女制度が伝わったキーさんによれば、義女制度は、元は、 宮中の医療や株部を担当する人として、キーさんを雇用する制度であったが、後に管理や辺境の軍人の性的奉仕を兼ねるようになった。山下 AI は朝鮮社会にも昔から様々な形の売買春が存在した。上流階級では、高麗時代に中国から伝わったといわれる偽助制度があり、日本によって交渉制度が導入されるまで続いたと述べている。 カータ・フミコは、キーさんの他に造花をたしなむ、小女、流浪芸能集団であった女シャドウパイ、イロシカ、セクチュガで働くシャクフなどの形態があったが、特定の収章地域で、公の管理を行う、交渉制度とは異なるものであるとした。また、在日朝鮮人歴史学者の金富子や梁住子、スミコ、在日韓国人の評論家の金良リらキラは、キーさん制度は売買順を制度化する、 交渉制度とは言えないと主張している。金良記は多くのキーさんは売春とは無縁であり、監視などに名作を残した一杯キーさん講師にのように文化人として認められたり、キーさんの純愛を描いた春家伝のような文学の題材となっており、70年代から90年代にかけて主に日本人旅行客の接待に使われたキー線観光はとは全く違うものであると反論した。 交渉の定義については、概念、対応を参照。山地白愚が1922年に刊行した、悲しき国、自由投球者では、キーさんは、日本の芸者と将棋を一つにしたようなもので、将棋としては、格が高く、芸者としては、その目的に天派主書がある。その最後の目的は、親戚に辞して、天面の情をそそるところにあると記している。 同じ1922年に刊行された柳田テテラドザエモン、正木純淳朝鮮川流は売春婦であると書かれ、1934年の慶城観光協会、朝鮮料理宴会のしおりでは、エロ方面では、名物のキーさんがある。キーさんは、朝鮮料理屋でも、日本の料理屋でも呼ぶことができる。もっとも、一流のキーさんは三四日前から約束しておかないと、 中中見られないとあり、猟奇的方面では、カルボというのがある。要するにエロサービスをする女である、カルボは、売春婦であるとして、キーさんとカルボとを区分して書かれていた。については講述する。河村湊は、李朝以前のキーさんと、近代以降のキー戦とは違うという言い方がなされる。江戸期の吉原遊郭と、現代の吉原の総プランド街が違うように、 しかし、その政治的、社会的、制度的な支配従属の構造は、本質的には同一であると述べ、現代のソウルの渡るアサトパチ十八番地の、ミアリテキサスや清涼五百八十八といった、師匠靴にも、性を抑圧しながら、それを文化という名前で洗練させていった、キーサン文化の根本にあるものはここにもあるとも、述べている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。